こんばんは。お疲れ様です。寒い。眠い。そう、今日すいません、空き時間にやるって言ってたんですけど、結局空き時間がなくてですね。お疲れ様です。TikTok はね、昨日覚えた2本撮りましたよ。更新しよう。今日？今？どっちが先がいいですか？今更新する。ちょっと待ってね。あれ？バグった。バグった。あれ？あれ？ちょっと待ってね。あ、間違えちゃった。ロングバージョン。よし。じゃあ会社、あ、会社、そう、今届いてますよね。届いてます。あ、そうだよね、 YouTube のショートにもあげたい。どうやってやんのそれって。ちなみにて、今あげました。
どうですか？衣装バージョン。踊れてる。拍手。これを今からツイッターにあげたいと思います。お腹ついた。 TikTok 可愛かった？やった、頑張って覚えた甲斐がありました。間違えた。タントンタンタンひなの兄たん。動画を処理中になっちゃうな。閉じていっか。一緒の足。もう一つは今日あげませんよ。ちゃんとこれストックなのでね。さて、もうでもスタックあと2個しか、2個だって2個しかありませんから。なんか覚えなきゃまた。いや、ムカつくバースデーと、違う、ストック1個だ。だからムカつくバースデーと最強の推ししか今日は。ふう、痛い。なんかカケールが乾燥して絶対切れたね。本当に冬嫌いなんだけど私。なんかさ、口色も乾燥するしさ、鼻血もめっちゃ出るしさ、痛い。あ、スマホゲームの情報書き明日です。あと肌の乾燥もすごくてさ、確かに季節に結構左右されてます。髪切ってないよ。あ、髪切ったわ忘れてた、髪切ったこと。そう、髪切ったわ。そういえば
忘れてた。違う、美容院行ってないから忘れちゃいました。あの前髪だけ切った、こっちは切ってない。こっちはただ今巻いて短く見えるだけで、メイクさんに普通に前髪伸びてきたからちょっと切ってくださいって言って前髪だけ切ってもらったんです。今日は違う、今日は最後の生写真撮影だったんですよ。あの生写真撮影って、まあ、1日多い時は10着だって、10着ぐらいあって、少なくてもまあ6着とかあるんですけど、今日1着だけでした。1着のために行ってきました。全然メイクの方が時間かかった、秒で終わった。少ないでしょ、6から10着ぐらい毎回あって、あと何着だって数えてやってた生写真がね。密着でした。そうです、卒業するからです。明日卒業公演の日程がやっと決まりまして、明日発表されるかと思いますので、皆様お待ちください、発表を。あとファンクラブイベントの応募が第2次いつからでしたっけ、発表登録出てますか。もうあの本当にありがたいことにプレミアムチケットの方がですね、あ明日ですか、あの倍率が結構、あのみんながプレミアムチケットに応募してくださって、通常チケットは多分前頭なんですけど、プレミアムチケットが、そうなか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 なんですけど、ありがたい、ありがとうございます、なんですけど、だから第二次募集はプレミアムチケットはなくて、あのプレミアム外れても2次で通常申し込めるので、はい、です。もしプレミアムじゃなくても行きたいよって思ってくださったら、通常チケットをぜひ通常第2次で申し込んでいただけたら嬉しいでございます。プレミアムじゃなくて通常はまだ第2次で販売あります。やっぱりね、昼より夜の方が結構寂しい感じに通常の方なっておりまして、絶対さ、ちょっとユーナーモギョンコンサートあるからかな。それでさ、いないんかな。ぜひ夜も来てください。寒いんだけど、今日も京都ってなんか暖房の効き悪くない？よし、最強の推しロングバージョン、いけた。ひななみたん
いい感じ。メール送んなきゃ。昨日送ってないから。ごめんなさい、本当に。やめるときも健やかなるときも違うんですよ。あのさ、何もう一個 TikTok で流行って、あ、ありがとう。何今覚えるよ。やめるときも健やかなるときもさ、忘れちゃっててさ、あそこの振り思え、あ、やべってなってあっってやってた図です。え、俺はゆうなもげコース当選してきゃ、あやなの当選したあやなの今日だった、ありがとう。プレミアムは昼夜どっちが倍率高かったの？ね、なんだっけ、あ、プレミアムは昼夜は夜ですね、夜の方がちょっとだけですけど多かったです。通常チケットは昼の方がダントツに多かったです。そう、倍ぐらい違いましたね。なんなら倍以上かもしれない。ウィバース送る時間でメール間に合ったと思う。8分5分、私5分過ぎると間に合わないんだけど。プレミアムはもう昼夜完売ですね。プレミアム前3列かな。いや、実際に送ったことありますよ。5分過ぎてから、多分その日によるのかな。10分に送ったことも全然あるけど、届いたこと私1回もない。20分くらいでも来ることある。それは送ったのが5分とかで、20分とかじゃなくて20分に送ったの届くのだとしたら差別ですね。それ私は届いたことありません。 100% 届きません。はい、それかその日の気分ですかね。担当の方の、担当してるスタッフさんが違う可能性もあります。私は5分過ぎて、まあ6分8分、まあ8分届かないけどな。5、6分だと届くんですけどね。15分はガチで届かない。あ、何回もやったことあります。5分過ぎたメール何度も挑戦したことありますけど、確かにたまに届くのかな。あと5分ぐらい、8時ぐらいに終わろうかな。送ってからこちらに届くまで15分ぐらいタイムラグある。そうだよね。あやなちゃんも10時15分ぐらいに来てるのあるよ。だからそれは10時5分ぐらいに送って、
10時15分ぐらいに届いてるんだと思う。そう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 、今日は何食べる？寒いから鍋とか。送りますね、メール。もつ鍋いいですね。そう、みきちゃんの結婚式のやつ、もなちゃんの上に乗っかってます。よし、今から、あ、くしゃ顔、こんな半目になってた。くしゃ顔したつもりがみたいな顔になってた。あ、びっくりした。半目になっちゃってました。半面も送っときますね。じゃあ、よし、送りました。今年まだ公演出る予定ありますか？まだ今のとこね、わかんないんですよ。出たいよね。あと年内 1,2 回出たいけどね。どうだろうね。おーい、寒いな。生誕祭と卒業公演。生誕祭と卒業公演は一緒って聞かれるんですけど、またこの話になっちゃうんだけど、本当にどっちでもよくて、またこの話になっちゃうんだけど、特に希望を出せなかったら、まあ普通に日程的に
私1月8日誕生日なので、別々になると思うんですよ普通に言ったら。で、生誕祭ってまあ毎年何？1週間ぐらい前に決まるじゃないですか。そう。だから決まってなくて全然。初の卒業手かはしないんですけど、ねえ、もしでもさ別れてるなら本当になるべく、なんかなるべく間空けたいですよね。だよね、生体院さんも準備大変、間違いない。そうだよね。そうなんだけどさ、AKB の生誕祭がこんな早く決まることはありましたか？ありました？ないです、一度も。一応今日聞いてみますね。じゃあ、はい、ないんですよ。急にホットビューラーをやり出す。の中に入れちゃった。そろそろ順位読むか。なんか今日まつげあんま上がってないなってなっちゃった、急に。すいません、自由人で。ね、本当に皮がむけててさ、肌のコンディションが悪いです。本日出かけません？まつげが気になりました。でも買い物には行かなきゃ。ご飯の。え、すごっ。階段何十分疲れるね。そろそろ順位を見たいと思います。13位から13位まさりんさん、12位かねかずさん、11位かなっちん、10位あやなんのくまちゃん、やめるときも健やかなるときもあやなんちゃん好き、これからやめるときも健やかなるときもあいしゃーなー足、9位なめこさん、8位ちゃんたちゃん、7位ゆきちゃん、6位かずはしとぐちむなあさん、5位まさと明日も寒いから暖かくしてね、ありがとう、4位のおじいさん、3位おぎりやとチームのあさん、2位ひろゆきさん、1位がハゲ、55位もなちゃん枠があきらちゃんでした。ありがとうございました。じゃあまたね、ありがとう、バイバイ。
おやすみなさい。じゃあねー。